ストライクショット、こんにちは。エクストラクナガナヒトバナエドリークスです。はい、じゃん、爆絶カナン使ってみた。はい、ということでエクストラクバークで初購入する爆絶カナン、はい、では行ってみましょう。はい、それでは見ていきましょう。はい、じゃじゃん、アンチワープゲージで、ダメージウォール、うん、そして魔法陣ブースト、おー、それから友情コンボがマーキングレーザー、そして副友情コンボが次元山となっております。ーマーキングレーザーって初めて、初めてですね。あと魔法陣ブースト、なんだろう、魔法陣ちょっとやってみてください。いきますね、じゃあちょっと、はい、お、今聞いた、こけなんかですね、魔法陣ブースとしてこのニワトリ、はい、になっていると、友情コンボと攻撃力のダメージが上がると。あ、ニワトリになる方がいいってことですか。そうです、そうです。じゃあ当たっていいですか。当たってみてください。だからおぉ、で、なになにこれ、マーキングレーザーかな。マーキングレーザー、今、なんか敵にマーキングし、そっちの方にレーザーを、はえー、もう一回当たってみましょう。こんな感じ、こけ。これだからもう一回ここに当たれば、はいはい、戻る、戻ります、コーンっつって戻った。戻らないと SS は打てないんですかね。そうですね、なるほど、うんうんうん、でも鶏、になってても、鶏になってると友情コンボと攻撃力がアップすると。どっちでも OK みたいな。 SS したいときは戻ればいい、戻ればいいってことです。はぁ面白い、すごいね。普通のときはこんな感じで、うん、見てみましょう。次元山とレーマーキングしてレーザー、だから1回目当たるとマーキングして、それからはそっちにレーザー、うわーすごーい、マーカーに当たったらバンバンって出て上のリドラまで行った。ああいう感じで使うんですね。へえ。はあ。そしてアンチダメージボールなのでちょっと暴れます。はい。ああでも私はあんま上手くないんで貫通で貫通で当たりに行きたいなよいしょー、おー、アンチダメージボール。そしてコッコッコーから戻りました。コッコッコーSS したいときは戻るとですね。さあちょっとニワトリ当たってみます。はい、これで、おー、すごい攻撃力、強い、やっぱり。はい、ということでストライクショットいきたいと思います。はい、貫通タイプになり敵を貫くということで、このままパンドルも引っ張りつつ、最強、来ちゃう？ねえ来ちゃう？私の描いた約束の地に、おー倒しきった。いや、パンドラとの相性最高ですね。ね、貫通タイプになるといいですね。はい、 SS の時はちょっとカナンに戻していただいて、はい、ニワトリの場合は SS 打てないので、はいはい、お気をつけください。どっちでもいいって感じですねだからひよこにならないってことね。はい、ニワトリコケはい、ってなっております。ではステータスいってみましょう。はい、それではステータスはこちらになります。で、今回言ったのが近松門左衛門、ほいってことで、アンダメね、さらに魔法陣、うんうん、魔法陣ブーストでね、いい感じにいけましたね。はい、なので結構魔法陣のクエストがいいのかな、うんうん、他いけるとしたらあれですね、イザナミゼロも魔法陣出てくるっていうのと、ほうほう、あとはワープも出てくるので、うんうんうん、こちら対応しております、うんうんうん、イザナミゼロ、はい、うん、あとはね、でもレザーバリアとかあるので友情コンボが通らないシーンがあるので、うん、あ、まあ、次元山もありますしね。そうですね、うんうんうん、他のキャラクターで補助していくとかいいかもしれないですね、うんうんうん、ってことは赤車とかもいけるのか。そうなんですよ、赤車ドゥーム、はい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 、こちらもね、ワープダメージウォール、そして、赤車の場合は魔法陣に対応してるということで、うん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 、はー、赤車に行けるのいいですね、玉露とかでね。はい、まあね、まずはカナに勝たなきゃっていうハードルが待っておりますので、そうでした、そうでした、はい、はい、ということで皆さん頑張っていただければと思います。ということでポイントはこちら、じゃん、まあこのね、新アベリティ、そして新友情コンボ持ちということで、このギャルのお姉さん、ギャルのお姉さん、女の子、まず新アビリティが魔法陣ブースト、魔法陣乗るとニワトリになると、こげんで友情コンボとか攻撃力は、アップするんですね。それでいい、すごいな、ね、SS 打つ時だけお気をつけて、はい、そして
マーキングレーザー、うんうんうん、これ結構ね、いや良かったですね、うん、うまくやれば何回もレーザーが刺さる、うん、シャキシャキっていけるって感じですね。ダメージがかなり出るんじゃないかなと思います。はい、ということで以上、じゃん、爆絶カナン使ってみたということで、この少年だったのね。そうなんです、あのカナンちゃんではなく周りの少年です、うん、少年ということで皆さんね頑張ってください。ではバイバイ。見てなさい、私の G ペンが世界を変えるわ。来ちゃう？ねえ来ちゃう？私の描いた約束の地に。プッチョダメ、フロアメリス走ってかかる。